どうも白石秀則です。ミリオンビリオンの方で BE:FIRST のマナト君が弾き語りをイリさんのねブラザーと会いたいわの弾き語りカバーをしたということで、私弾き語りから音楽を始めておりますので、マナティの弾き語りが気になるということで、ギャオの弾き語り聞いていきたいと思います。せーの、ポチリ。アルペジオ。昔からある小さな明かりがゆらゆら揺れながら、今にも消えてしまいそうで、会いたいけど会えないあなた、会いたいけど会えないあなた、伝えたい言葉は好きとかそんな単純なことじゃないの。でもこの複雑に混じり合う感情、どうすればいいかわからない。ただ抱き合いたい、ただキスがしたい、ただ手をつないでそばにいたい。この想いが永遠に続くように、今夜もワンマンアイ。会いたいわ今すぐ、会いたいわワンモアイ、今すぐ会いたいわワンモアイでいいから、伝えたいわこの想い。会いたいわ今すぐ、会いたいわ会いたいだけじゃない、好きなだけじゃない、言いたいわこの想い、今すぐに果たしたい。アルペジオの指がかわいい。小指も使ってるアルペジオ。会いたいわすぐに。やっぱ定期と中域の声がね、やっぱ成分がすごいいいね、マナとは。はい、ありがとうございます。うん、この曲初めて聞いたけどめちゃくちゃいい曲ですね。僕本当時代遅れの人間なのでイリさんも知らなかったんですけど、めちゃくちゃいいっすね。で、やっぱ成分的にあのマナトのこの中低域っていうの響きがめちゃくちゃマイルドで、まああと可愛い顔してるわ。ギターもね、ちょっと忙しいと思うけど、ギターもちょっと練習したらマジ弾き語りとかでね、こうアコギとかでね、ソロのとこライブとかソロで回ってくれたらめっちゃかっこいいな。でも絵になるね。ちょっとカート・コバーンみたいな感じがいたしますが、どうでしょうか皆さん。カート・コバーン、ニルバーナのね。いや最高ですね。いや弾き語りもできる、歌もできて、ダンスも出てきて、弾き語りもできたらもう最強じゃないですか。弾き語りしてたらね、やっぱ曲も書けるし、なんかこうマナトの歌声ってこうそのオーバーに歌をいかないでしょ。その本当に綺麗なんですよ。いい意味でその音楽に身を委ねてて、声も素直に音楽に乗せてるっていう感じがして、僕はマナトの歌い方がね、雑草の時からね好きですね。今回もそんなね曲でも歌いこなせるマナト、そしてちょっと緊張しながらねアルペジオをしているマナトが良かったなと思います。こうやってね挑戦的なこともしていく BE:FIRST がね、やっぱこう愛らしいなと思う。今日この頃でございました。ミリオンビリオンでマナトが披露した弾き語りカバー見ていきました。ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方お願いします。ブン。